どうもおはようございます。フジナッツケンでございます。さあ、今日はですね、食べないと死ぬデラックスという視聴者さんに勧められたゲームやっていきたいと思います。いいですね、この BGM が軽快な感じですね。さあ、こういう感じで、ノートは食わないですね。とりあえず、デスノートですね、これね。なるほど、こんな感じですね。普段食えないような、発泡スチロール、結構安全。発泡スチロール美味しそうだって言ってますね。だいぶやべえ状態ですね。この極限状態で、これも何日生き延びられるかって、まあそんな感じですかね。21% なら大丈夫だろうな。大丈夫でしょ。21% で5分の1なんで大丈夫です。はい、いいです。結構回復します。牛、これはちょっとやばそうですね。牛はちょっと食べないと結構減るんだな。なるほど。もうあと1日食わんかったし、積み木、まあ、いいですね。貴重なタンパク質です。ね、貴重なタンパク質いただきました。あ、握らないおにぎり余裕ですね。0% なんで絶対大丈夫ですね。オッケー、結構回復しました。また積み木、そして危険度が下がっている。さっき食ったからな。よいしょ、オッケー、どんどん行こう。昔食べた気がする味だった。ここで将棋の駒。ちょっと怖いですね。これはちょっと一回敬遠しときましょう。将棋の駒はね、僕将棋好きなんでね、食べちゃダメです、そんなのは。さあ、目が離せない。これは食えますね。8% なら余裕でしょ。よしよし。これ悪くないじゃない。いきなり10日超えましたね。さあ、悪魔のふりかけ。名前がちょっとやばそうですけどね。これは行きましょう。4分の1ですからね。ニチェが当たる確率なんで、まあこれ当たらないんで、あんなもん。さあ、おーい、いいね。ここで危険度 0%。これだいぶ体力が、もう、ゲップしてますからね。さあ、楽だ。食いたいけどね。これはちょっとダメでしょ。3分の1でやられるんで、これは大丈夫。敬遠しますわ。さあ、群生キノコもこれ絶対ダメですね。明らかに食べ物ではないって言ってますんでね。正直、発泡スチロールよりは食えるんじゃねえかと思うけど。さあ、ミサンガ。なんか腕の汗とかね、すごい染み込んでそうですけども。まあまあ、いけましたね。よし、結構いけてるな。さあ、大足、これ半分、50% 超えてたらちょっとやばいっすよね。危ねえ。これでも次。ラッキー。これ食べなければ死んでしまう状態ですけれども、食えました。これ、また食わんとダメか。でも15%ラッキー。これはいけますね。15% で死ぬ？好きな昆虫の表紙がなかった。昆虫の表紙だったら食えたのにな。なるほど。まあ、こんなゲームですね。まあ、17日まで来れました。まあ、バカゲーですわな。で、記録、何日生き残れたかの記録。で、死因がこうやって増えてくわけやな。なるほど、なるほど。まあ、じゃあちょっとどんなゲームか分かったんで、ちょっとやり込んでいこうと思います。金属や、確率あれば、まあ、全然ね、経営しちゃダメなの。もう一気に回復するとこ。まあ、ありがてー。これはでもマジでありがたいですね。さあ、44%はいけねえなー。20日まで行きたい。頼む、食えるのこれ。食えるのこれ。食えねえ。これはきつい。60%は無理ですね。さあ、お願いします。食えるやつ頼む。だー、40%ならいけるか。だー、20、20日の壁が厚いなぁ。悪くない。これで食えたの。でかい。うなぎ、これも食えれば、10日を。OK! ほぼ腹いっぱいで来れました。OK! これがマック、くぅ。よしよし、悪くねえ。さあ、食う。絶対食う。とりあえずお腹の体力は150が、マックスみたいなので、もうこれ以上は増えません。ここで忌まわしき。OK、いけてる。よし、これで20日をちょっとマジで、狙えますね。3回パスできるんで。ありがてえ。レイパーはありがてえ。シンプルにただ1日が過ぎるんで。チーズフォンデュちょっと危なそうっすけどね。20%。よし、これはちょっとマジで20日狙いますね。稲荷寿司ありがとう。ありがたい稲荷寿司。さあ、そして、ハブ、ハブ小物とかではもう無理なんで、これはもう仕方ねえ。さあ、いい、15%なら大丈夫でしょう。OK。よし、あと2日。さあ、ここで砂消しゴム 22% は行く。どうだ。よし、悪くない。さあ、34% は怖い。これはちょっと敬遠させていただきまして、まだあと1回行け。おっしゃ、20日目のメモリアルが 0% バナナ、ナイスです。さあ、オオサンショウウオ、これもいけそうだけども。どうしよし、悪くねえ。さあ、
VR ゲーム機は怖いね。これはもう VR 関連はもういける気しないで。ニワトリ、これは食わしていた。おい、最高記録ちょっとだけしか更新できんかった。あ、ここでラッキー3は 1%。 うおい、マジかよ。しさあ、よし 5%、 よし、これはいけますわ。リスはもう貴重なタンパク質です。さあ、 100% 超えてらっしゃる。ちょっともうこれ無理ですね。絶対ダメですね。さあ、これは無理だな。やべえな。やっぱ20日超えるとなんかこうパーセントだけやつしか出なくなってくるんですよね。わあ、ラッキー、もう 19% が可愛く見えてくるぜ。よし、さあ、もうこれちょっと意地でも1ヶ月超えないと動画にはできんので。いや、これはでも食わねえな。これは食ったらダメだな。ちょっとタルパワー使っていくか。なんかね、これやってればやってるだけタルパワーっていうのが溜まるんです。で、これ食わんと死ぬんですけど、これで自己暗示するとパーセント下げられるんですね。し、これでもう1%なんか 100% 大丈夫なんで。さあ、そして 21% ですが、これでもいきます。20% ぐらいでも余裕でいきますわね。さあ、そして VR ゲーム機はもうこれ無理なんで、これはもう自己暗示していきましょう。めっちゃ下がるさ。1ヶ月を超えれば動画にできるんで、これはちょっともう、いやー、コウモリタコやべえっすね。まあ、ここは2回経営して大丈夫なんで、これは食わずに行きましょう。よし、17%ならばこんなもんよ。あーははー、あー、はい、広告見て復活します。ちょっと初めて広告見ました。これが夢だったということでね、今のはなしになります。あー、こんな状況から始まるの？16% ならまあまあ余裕ですね。あははは、広告見たのに。よし、来た。15まで来れたんで、ここからはもうちょっとタルパワーガンガン使っていこうと思います。もう本当にタルパワーを、ケチったらもうこれクリアできないんで、20日超えたらね、もうパーセント高いやつしか来ないんですよ。よし、あー、ピラール君もこのタルパワー使っていきましょう。もう381溜まってるんで、普段もう全くタルパワー使わずにこのゲームずーっとやってて、やっぱ20日ぐらいがもうリミットなんで、タルパワーさえ使っちまえば、さあ、これもちょっといっちまいましょう。10しかいかんから、あと38日分はタルパワー使えるんですよ。よし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 、マックスマックス。まあ、スズメのパーセント高ないこれ。ちょっと 40% 無理なんで、とりあえず、あー、もう太陽ブレイドもこんな絶対無理ですね。体験ですもんね。それはまあ、鉄分は豊富でしょうけども。あー、これは食える。よし、これは普通に、あー、もう、マジでさー。よしよしよし。さて、これはもう行くぞ。これはもう全部タルパワー使っていく。もう全部タルパワー使って、もうほんと慎重に慎重重ねて、だいたい2、30% で調子こいて死ぬんで、さあ、トリカブトですら、自己暗示をかければ食える。まあ、トリカブトのやばいのなんか根っこだけなんで、よしよし、全然大丈夫。さあ、これ1%がもう逆に怖くなってくるよね。1% で死ぬんじゃねえかってね。さあ、このザクロは行きます。普通に行きます。さあ、35は怖いんで、もこれタルパワー使っていきましょう。よし、でも 5% なら大丈夫。さあ、そしてですね、うおい、もう、タルパワー使ってんすよ、こっち。もう、タルパワーがね、300くらいもずっとあるんで、もう、マジで鬱陶しいぐらいタルパワー使って、30超えたろうかなと思ってます。もう、だいたい油断してやられるんでね。もう、50% ぐらいのやつは、もう、これ、敬遠でいいですわ。いや、これはもう全然いいっすわ。いやー、やっぱパンはありがたい。9% はいいです。これはこのタルパワー使わずにいきます。あー、ヤドクガエル、もアフリカのね、矢の先っぽにヤドクガエルの表面の毒を塗って矢を放つっていうね。さあ、だいぶやばくなってきたけど、ここでペパーミントは嬉しい。さあ、しかしあんまりお腹は、あー、タヌキはありがたい。肉、貴重なタンパク質です。さあ、アルマジロ、これはもうちょっとタルパーですね。おい、ありがて、0%になった、ありがたい。このタルパーで減るパーセントがね、結構このランダムなんでね、これ 80% とか減ってくれるとありがたいですね。さあ、これをちょっと食っとかんとやべえんで。さあ、これゼロ、オッケー、ゼロは嬉しい。飛び箱はもう鉄分、木ですからね、豊富ですよね、なんか栄養分がね。さあ、よしよしよし。よーし、マンモス、これはダメだ。これは2、30% 下がったところで確定で死ぬから、マンモスとかコモドオオトカゲは無理です。さあ、リモコンはこのまま暗示かけて食っていきましょう。さあ、もう30超えてますね。1ヶ月生き延びましたね。よーし、ゲテモノ食って1ヶ月。
生き延びました。もうこれはもうあともうひたすらあのマジでもうオフラインじゃない、あの消化試合ですわ。こっからはもうちょっと行ける限り行くだけなんですけど、あもうこれマジ驚異のヤバモノ率ですね。やべえやつが出てくる。このタルパは必須になってくる。あー牛はええな、可愛く見えてくるね。とりあえずタルパは使っときゃいけるでしょうっていう。これ50日いけるなマジで。これね広告まだ見てないんで、さあヤドクガエルはちょっとタルパは使ったところで危ねえので、まあ、50%、あーライオン、いやーこれはちょっともうあの他のやつに行こう。あのライオンはもう無理やから、ラグレシアも無理やから、ちょっとどんどん変えていこう。変えていって食えるやつにしよう。いや、やべえのしかなくない？ちょっと待って、もうやべえのしか来ないんですけど、ちゃんと、あー、嬉しいねー。これは嬉しい。これをさらに安全に、もうとにかくタルパはもういらんから、全部使う。全部使って本気で50日を目指すっていうね。さあ、ウルトラマンはやべえんで、自己暗示かけても 11%。まあまあ、いけるでしょ。おい、まあ、広告見てなかったこと、あ、ちょっと待って。え、出ねえ。広告が出ない。いっぱいいったら出ねえのか。まあ、いいか。とりあえず、食べない年でデラックスというゲームを今日は紹介させていただきました。まあ、なんとかね、40日ほど生き延びられたんで、よかったと思います。新春の運試しにぜひ遊んでみてください。